カメレオン日記は中島敦志の短編小説。1942年11月に第二創作集南東端に収録された。主人公が偶然にカメレオンを飼うことになり、そのカメレオンの姿に事故を重ねつつ、その衰弱に自身の精神の衰弱を見る様子を描いた日記風の作品である。博物の教員が職員室に戻る途中で生徒からカメレオンをもらう。 学校の他の博物の教員と相談し、学校で飼育することにしたが、カメレオンは寒さに弱いため、設備が整うまでは、私のアパートで飼育することになった。私は、カメレオンの飼育に興奮を覚え、学校で飼わずに、自分の手元でカメレオンを育てたいと思うようになる。また、同時に、しばらく感じることのなかった私の中の異国情緒が、目覚め始めた。以後、 私がカメレオンを飼育する中で日常生活の不満を持ちつつも悶々とした状況から抜け出せない自分と向き合うことになった5日間の生活を描く。塩組坂横浜高等女学校の教員時代の日常がベースになっている。1936年12月26日に脱校し、1940年1月雑誌掲載の予定が 出版社から紙を削減するためとの理由で掲載されなかった。その後、1942年に単行本、南東端に狼しつきとともに過去長王として収められた。狼しつきとともに中島の未完の長編作品、北方行から作り出された作品である。北方行は、主題、構成、人物設定など多くの問題から未完に終わり、中島は、 その失敗から苦心の末に短編小説という手法にたどり着いたとも分析されている。中島が勤務していた頃の横浜高等女学校は横浜市中区の塩組坂に存在していた。作中にはこの坂の様子も詳細に描写されており、後年には中島の文学碑が建てられている。このことから塩組坂自体はありふれた坂であるが、 本作の一幕の劇の舞台として作り出された坂とも言える。日記の元になる教員の生活風景や周辺の状況の描写から横浜市と関連の深い作品とみられる。舞台背景の描写、人間関係の描写などの的確さが評価されている。横浜の大寒坂や横浜外国人墓地も舞台として取り上げられており、 主人公の目を通した情景の描写も異国情緒が豊かと評価されている。文学家の福永武彦は本作を中島の女学校教師時代の日常で抱いた存在への疑惑や不安感を研究した作品と指摘している。中島が執筆当時文学集団に特に所属していなかった頃から親友でである釘本久春に作品を読んでもらっていた。 釘本は1940年1月13日の書簡で作品としては僕はカメレオン日記の方を撮る。あれは凍ったガラスのように冷めたく美しい。僕にはある作品の地盤である作者の生活の現実が気にかかるのだとして身を噛んでいる作者の人間的誠実が痛ましく見ていられぬような気持ちになると述べている。文学家の福永武彦は私、 小説と呼ぶよりは、自我の内面を描くモラリストの文学、つまり、自我追求エッセイであり、しかもそれに、小説家的な技術を操作して、対照的に外界の描写をも加えてなった、花々独特の小説なのであると述べ、国文学者の笠原実は、この、福永の言葉が、本作の性格をよく捉えているとしている。これらの評価の一方で、厳しい評価を下す者もいる。 小説家の深田久也は中島から出生前にこの原稿を委託されており中島と進行があったにもかかわらず1942年3月21日の書簡でカメレオン日記は推薦しなかった君の感想としては面白いが小説としては取れない気がしたと伝えているまた文芸評論家の中野隆次や菅野秋政は 登場人物の感情などの描写を評価しつつも、中野は特に良い作品とは思わない。菅野は作品としての完成度からは遠いと述べている。菅野秋政はその理由を、中島が南東での体験をもとに表した作品、南東端とその後に日本の生活で現実を踏まえた表した本作との差によるものと分析している。ありがとうございます。